ーでーす。北海道に着きました。ビッグミラーのニューアルバムカラフルドロップスのリリースツアーのライブで、全国を今全国ツアーで回っているんですけど、今日から北海道なんですよ。で、北海道は来たのはもう5年ぶりとか5年以上ぶりなので、せっかくなので Vlog に撮りたいと思います。それではレッツゴー。千歳空港から車で移動中。美味しそうなラーメン屋さんに来たよ。エビ味噌の味噌ラーメンでめちゃくちゃ美味しかった。最高。歩いてます。すごい寒い。東京と全然なんか気温が多分違うって感じ。空気が冷たい。今日はリハーサル日だったんですよ。さっきリハーサルが終わったので、もう今日は何もないから、ちょっと札幌の街に繰り出して今からご飯を食べに行きたいと思います。札幌最高。時計台にも行ってきたよ。すごい並んでた。美味しそうな海鮮のお店に入ったよ。これはお通し。そして海鮮丼、美味しそう。お酒も頼んじゃいました。北海道の地酒めちゃくちゃ美味しかった。幸せ。海の幸がめちゃくちゃ新鮮だった。エビ最高。おはようございます。今札幌から旭川まで車でみんなでやってきました。で、初旭川に来ました。で、今日はジャズそば宝斎さんというお店でビッグミラーのライブがあるんですけど、そこはお蕎麦屋さんなので、今からそのお蕎麦をいただきにやってきました。ジャズそば宝斎さん、ピコのフライヤーも貼ってあります。お蕎麦が来ました。美味しそう。それは田舎そばで、かけそばとあと野菜天丼です。いただきます。おいしい。おつめろ。今からライブでーす。で、北海道のファンの方からなんとお花をいただいちゃいました。嬉しい。ありがとうございます。ライブ終わりました。すごいたくさんのお客さんが来てくれてめちゃくちゃ盛り上がった。旭川最高。札幌でのライブなので、それもすごい楽しみです。今からみんなでご飯食べに行きます。ジンギスカン屋さんに来ました。ジンギスカン食べてます。今からラムチョップ食べるって感じ。みんなで食べてます。最高。幸せ。めっちゃ最高。ラムチョップすごい美味しそう。めっちゃ分厚いですね。すごいですね。初めてこんな食べる。いただきます。おはメロ。北海道3日目の朝です。とまだ朝の9時ぐらいなんですけど、今日は2時にホテルのロビーに集合して札幌に向かうんですよ。だからまだ時間があるから、今からホテルのスパに行きたいと思います。楽しみ。スパに行く前にちょっと時間あるし朝食を食べに来ました。なんかいろいろ散策してたんだけど、純喫茶っていう感じのところがあって、よく純喫茶めっちゃ好きなんですよ。だから純喫茶フエゾノってところを発見したので、そこに行きたいと思います。
豚汁定食頼んだよ。めっちゃ健康的、美味しかった。お疲れ。札幌ディバップでのライブが終わりました。めっちゃ大盛況でめっちゃ楽しかった。めちゃくちゃ盛り上がりました。初の札幌でのライブ大成功って感じ。幸せ。今からフェリーに乗って青森に行って、明日は八戸でイベントに出演します。まったね。八戸行きのフェリーに着きました。今もお部屋に入ってきたんですけど、なんと特等室を用意していただきました。嬉しい。なんかフェリーって感じがしないぐらいすごく広くて素敵なお部屋なんですよ。こんな感じです。特等室の中はこんな感じです。一人で泊まるんですけど、ツインです。なんかこんな素敵なオブジェがあったりとかして、すごい快適に過ごせそうです。北海道でのライブでファンの方からいろいろプレゼントをいただいちゃいました。嬉しい。こんなあったかそうな部屋着まで嬉しい。めっちゃフェリーを満喫してます。プレゼントでいただいた函館ワインと、あとロイズのチーズクリスプを食べているんですけど、すごい最高です。やばい、幸せ。ちなみにチーズクリスプはこんな感じ。幸せ。窓からの景色がめっちゃ綺麗。やばい、なんだろう、すごい神秘的って感じです。はあ、すごい。めっちゃ海って大きいんですね。はあ、すごい。朝から感動。見てください、めっちゃ最高じゃないですか。ということで、あと1時間ぐらいで八戸に着きます。今回は北海道編ということだったので、この動画が良かったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくね。ゆっこミラーでした。朝一に来ました。初めて来た。すごい。これはどこの朝一なんですか？八戸です。八戸の朝一に来ました。すごい。めっちゃこんな朝早いのにすごい人です。何万人も来るみたいです。びっくり、はい、なんかホタテとか、すごい朝一コロッケとか、あ、絶対美味しそう。すごい、めっちゃいろんなものがあります。普通にコーヒースタンドとかもあったりとかして、でお蕎麦とかうどんとかもあるし。お知らせです。花屋さんまである。歩いているスーロにアンパンが落ちてました。アンパン、かわいい。アンパンが落ちてましたの放送です。何それ。2個入ったアンパン。すごい、見てください、めっちゃ美味しい。八戸の郷土料理なんですよ。いちごにください。いちごにいただきます。八戸の郷土料理みたいです。いただきます。あ、めっちゃ美味しい。すごい出汁が、海鮮の出汁が出てます。すごい、めちゃくちゃ美味しいです。あ、ホタテが入ってて、あと何だろう。なんか海鮮系の貝みたいなのが入ってたりとかしてますね。うちそう、ホタテ食べてみよう。